ベーナの遺体から出現するプリトゥベーナをこすり、ベーナの体から全ての邪悪なものを取り去った。そうして清らかになったベーナの遺体の右腕をすると、善良なプリトゥが出現した。この人物は人間の姿をとったビシュヌであった。世界はプリトゥの出現を喜び、彼を新しい王にした。ベーナの魂はプリトゥによって地獄から解放されて天界に入ることができた。 また、プリトが出現した時、天界から、ビシュヌの弓、シャールンガが彼の手へと落ちてきた。大地の女神ブーミは人間たちにはもはや収穫をもたらさないと決めていた。プリトが弓矢を大地に打ち込むと、ブーミは牛の姿になって隠れてしまった。プリトがブーミを追いかけて捕らえたところ、ブーミは子牛の父が与えられたら自分の父が出て、それを人々が 収穫物として食べられると話した。プリトゥは、牛のマヌバイバス綿を作り出した。ブーミがその牛の乳を飲むと、彼女の乳から今日我々が口にしている穀物や野菜が生じた。この出来事によってブーミは、彼女の乳とみなされるプリトゥの名に由来する、プリティビーという名で知られるようになった。リングベーダにおいて、ベーナは、天上界の存在、おそらくは、虹の象徴となっている。 参加の題名もまた、リグベーダの書き手の名前と同様に、ベーナである。日本にかつてあった、海運会社、東日本フェリーが、青函航路で運航していた、フェリー、ビーナの船名は、このベーナの名前に由来していた。以下は、翻訳元の英語版記事における、個別に客注で示した、以外の全般の出典であるが、翻訳にあたり直接参照していない。 ありがとうございます。